すする TV ゼレゼレとすするです。毎日ラーメン健康生活ということで相変わらずやってるんですけれども、あのタモリさんが好きなお店として有名なのはこちらです。ドン JR 四ツ谷駅から徒歩3分くらいのところにあります品そば高野さんにお邪魔してます。こちら高野さん、看板メニューはワンタン麺で、東京で30年以上続く名店中の名店ということで、前にすするが訪問した際はこのワンタン麺をいただきました。タモリさんが愛したというその一杯はボリュームたっぷりで食べ応えもあってとても美味しかったです。今回は高野さんの隠れ人気メニューである辛い辛いそばをいただきに行ってきました。この辛い辛いそば、見た目はそんなに辛くなさそうなんですけど、その辛さは相当なものがあるということで、見た目とのギャップにもぜひぜひ注目してみてください。レッツゴー。さあ、品そば屋高野さん注文制です。今回は激辛メニューだという辛い辛いそばをお願いしました。タモリさんもこれすすったのかなと思いながら待ってた。こちらが高野さんの辛い辛いそばです。おほい。見た目には野菜たっぷりのヘルシーラーメンと見受けられますが、果たして本当に辛いのか。それではいただきます。ではまずスープからのねー。優しい魚介をベースとしたジュワンと旨味が広がるような美味しさで、後から刺激的な辛さが追いかけてくるものの、これならいけそうと思えるくらい。だがしかし、 2,3 口飲んだところで辛さがフルスロットルになり、青唐辛子からなる刺激が口の中を暴れ回る。お昼と深夜でこれ本当に同じ人かと思うくらいの変貌っぷりです。さあ、お次は麺をリフトして、よっしゃすするー。もはん、つるんと喉越しがよく、すすり心地も快適な美味しい麺。スープも程よく絡んでずいずいいけちゃいますが、すするたびに刺激的な辛さがウキウキウォッチングで口内を駆け回り、どんどん辛さが蓄積されていきます。さて、トマトなどの鮮やかな野菜も絡めていくと、スープが激辛な分、普段感じられない甘みがはじけ、僕らのオアシスに。優しい酸味がありがたいです。そしてトッピングには海鮮系も豊富に入っており、弾けるエビの食感、スッと歯が入る柔らかいイカ、そして海のエキスが充填された貝柱のどれもがおいしそう。後半は汗だくになりながらも、いつかはMステの階段を降りることを夢見てどんどんすすっていきます。てな感じで、それらの多彩なトッピング軍団の持つ素材の美味しさに癒されながら、しっかりと食べ進めて、なんとかかんとかしながら、本日も完食です。大変美味しくすすれました。激辛好きの我こそはという方は、ぜひぜひすすってみてください。それではごそれ。はい、ごちそうさまでした。いやー、高野さんで辛い辛いそばいただいてきたんですけれども、めっちゃ辛かったんですけど美味しかったです。スープ一口飲んだ瞬間、口当たりはね結構あっさりしてるので、あ、これぐらいだったらいけるかなと思ったんですけど、 2,3 口ぐらい飲むとじわじわとね、こう青唐辛子の刺激が来て、だいぶここ数年で辛いもの耐性がついたすするなんですけど、久しぶりに、あ、これちょっとやばいかもなっていうぐらいめっちゃ辛かったです。唐辛子以来の刺激がとにかくもう終始こう口の中を暴れ回るような感じで、この辛さは辛いもの結構強い人じゃないと食べきれないんじゃないかなと思います。トッピングもたくさん入ってるんですけど、辛くて刺激が強いスープゆえに、トマトとかイカとかエビとか、さらにもうネギの甘みまで感じられるぐらい、たくさんのトッピングがねオアシスとなってくれました。高野さんのね辛い辛いそば、辛いとは聞いてたんですけど、正直ねもう想像を超えるかなり強い辛さでした。辛いもの好きな我こそはという方はね、ぜひぜひすすりに行ってみてください。それではするの公式キャッチフレーズ、品そば屋高野さん、ノーアル麺は辛を隠すや辛い。